7日、俳優の上白石萌音さんが自身のインスタグラムを更新。千と千尋の神隠しし、大阪にて国内最後の出演を終えましたと綴り、2枚の写真をアップ。文章では札幌での大地集落まで幸せでいられますように、惜別の温かさに包まれてと、残る舞台への意気込みと国内最後の出演の寂しさを語っている。舞台千と千尋の神隠しし、の国内最後の出演を終えたことを発表しました。上白石さんは、千と千尋の神隠しし、大阪にて、国内最後の出演を終えました。終わりを実感するにはあっというまで、でも過ごした日数では、計算が合わないほど、ごく幸せな時間でしたと、すす渡りの写真とともに今の心境を告白。続けてこの空気をロンドンに運ぶべくマッハで荷造りをして飛びますと意気込み、ロンドン公演へ向かうことを明かしました。そして上白石さんは、お稽古場から組むことが多かったキャストの皆さんと漏らすと、朗らかで誠実で爽やかな結束が心地よくて最高にかっこいい皆様、札幌での大千秋楽まで幸せでいられますように、惜別の温かさに包まれてと、感謝の気持ちを綴りました。